愛慶寺は神奈川県鎌倉市にある臨済州円覚寺派の寺院である。三号は霊障山、本尊は釈迦如来、創建は公安年間と伝わる。創建当時は現在より南東にあった。創建後、無造、上昇、秋寛道線などが十字となった。1356年結、王忠氏へが、 体系次解散と法外案の多数となり、1357年8月7日、体系自十時となる。この頃には、関東純実説に列せられていた。1386年実説の暗い次改定で、関東実説に列せられた。鎌倉幕府、室町幕府による、全州保護の政策により発展し、法外案、鈴木案、里鹿案、天外案、王道案、 本光カリアンなどの達中があり、薬師堂や地蔵堂もあり、深沢周辺に広大な地域を持った。大慶寺周辺一帯は寺文という地名だが、これは大慶寺の地域に由来する地名で、王子の広さを推測できる。1512年には、北条総運の軍勢に寺が焼き払われた。1513年には、仏殿・宗門が風で倒れるなどして荒廃した。 1549年気分前祭が十字となり、復興に尽力した。1560年から1561年にかけ、上杉謙信の鎌倉信仰の影響を受け、本尊はじめ所蔵を遠隔寺に退避させるなど、戦乱の影響によって、次第に衰退していった。1841年に成立した、新編相模国府土機構には、体系廃寺との記載があり、 江戸時代後期には廃絶していたと推測される。1943年に大慶寺の達中だった法外案を大慶寺に解消し、現在に至っている。本尊の木造釈迦如来座像は二代目で1567年に仏師海園が作ったものである。先代の本尊は、北条総運の焼き打ちにより、東部以外を失い、その後胴体を修復した上で、 遠額寺に退避させたものの、1563年に遠額寺の火災により消失した、湘南モノレール、湘南深沢駅より、徒歩約5分。ありがとうございます。